まためにはこんにちは、椎野正幸です。今日お届けする、シュトー簡単レシピはシュトーとマスカルポーネチーズのカナッテです。これはパーティーシーンなんかの時に、非常に簡単に便利にすぐにできますんで、それを作ってみたいと思います。素材的には今回はこのカツオのシュトー、これを使いたいと思います。こちらのカツオのシュトーとマスカルポーネチーズ、それと黒胡椒とパセリのみじん切り、ただこれだけをこう混ぜて、こういうクラッカーにのせると、それだけですね。ちょっとやってみたいと思います。まずはマスカルポーネチーズを入れます。こちらに、その次にシュトーを入れます。これをまずこう、ある程度まんべんなくこう混ぜて、これをしっかり混ぜないと、味にムラができてしまうので、なるべくこうしっかりと混ぜてください。それとあとは胡椒ですね、これとパセリのみじん切り、これも一緒に入れちゃいます。はい、こんな感じですね。もう少ししっかり混ぜた方がいいですけども、だいたいこういうような要領で、もう少ししっかり混ぜていただいて、でこれを本当にただこの、クラッカーの上に、パテとしてよそるだけですね。こういう形でよそっていただいて、こんな感じですね。それで、はい、もうこれで出来上がり。こんな感じです。じゃあちょっと食べてみましょう。うん、本当に簡単でとっても美味しいです。以上です。